両方を拭いたら、次は額をこのように丸みに合わせて拭きます。東北大学の学生団体が主催し、化粧品大手資生堂の協力のもと仙台市内で開かれたメイク講座。この春入学した1年生を中心に東北大学の学生20人が集まりました。これまでメイクの習慣がなかった田口直さんは日々のメイクに悩む一人です。高校の頃は校則が厳しくてほとんどメイクをしてこなかったんですけど、大学に入って周りが、メイクをして可愛い姿を見て、自分の今のメイクが大丈夫なのかって不安になってきました。学生たちは自分に似合う色を判定するカラー診断を行った後、ファンデーションやマスカラ、口紅の塗り方などを学びました。難しいです。左右対称に描くのが大変で。メイクを終えた学生たち、鏡で自分の姿を見た感想は、やっぱすっぴんの状態からこう色、顔が色づいていく感じとかがやっぱりすごく楽しくて前向きな気持ちになります。こういうメイクを実際にちゃんと学ぶことって実際あんまりないので、学ぶ機会が与えられてすごく良かったです。ここ最近メンズメイクも注目されているということで、昨日は男子学生も参加していました。メイク難しすぎだろうって思いました。就活とかの時とかにもしよかったらやってみたりしてもいいかなっていうふうに思いました。自分のメイクに不安があると話していた田口さんも明るい表情を見せていました。自分の似合う色を知ってメイクするとこんなに変わるんだと思ってびっくりしましたね。初めてメイクを遅かったので難しかったんですけど、メイクが本当に楽しくて、今後自分でもたくさんやってみようと思いました。メイク講座は去年に続き2回目の開催で、主催した学生団体は今後も続けていきたいと話していました。